てアンパンマンショーのスタートです。
ママも呼んで、そしたらきっと仲直りできるよ。いや、別に仲直りなんかしたくないの俺は。そんなこと言わずにね、みんなで食べればきっと楽しいよ。まあな。じゃあ僕はパトロールに行ってくるから、また後でね。おい、アンパンマン。はあ、カレーパーティーか。食パンマン来てくれるかな。
伸び足と、しめしめチャンス。おっと、お前ら余計なこと言うなよ。おほう、まそうなカレーがたっぷり。俺さん食べたいな、食べたいな。おっと、カレー玉が戻ってきそうだな。おや、声が聞こえた気がして戻ってきたんだけど、みんな俺がいない間何かあったのか。ん、なんだ、後ろに何かあるのか。ん、別に何もないみたいだな。みんなありがとな。急いで準備の続きをしなきゃいけないから俺は戻るぜ。待ったな。うしししし、いやいやい、カレーパンマンのやつちっとも気づかないでやんの。ここからは俺様がスペシャルなカレーを作ってやるぞ。よし、バイキンクッキングスタート。はいはい、こんにちは会場の皆さん、本日はとっておきのスペシャルメニュー、バイキンマンカレーを作りたいと思います。さあ、でこちらにカレーパンマンの作ったとっても美味しそうなカレーがあります。せっかくなのでちょっと味見をしてみましょう。ベロ、おお、ピリリと辛くてとってもデリシャス。全部食べてしまいたいところですが、今我慢してこのカレーに、じゃじゃーん、こちらにありますお砂糖、このお砂糖一袋をすべてドバーッと入れます。はい、そしてよーくよーくかき混ぜるだけ。あ、とっても簡単ですね。それではここで再び味見を。ベロギョエーアハマイグワクカ。ではさあさあさあ、最後の仕上げにこのとっておきのメッセージを。ぺったんこ、これで出来上がりと。やい、お前たち、俺様がやったこと絶対に言うんじゃないぞ。いいか、絶対だからな。お待たせ。準備できたぜ。ではパーティーの前にちょっと味見をと。ふん、うん、よへへへ、甘い、ぐわー、なんだこのカレーは。ん、なんだこの紙、なになに、カレーなんか食べたくありません、私はお砂糖たっぷりの甘いものが大好きです、食パンマン。はぁ、ピリリと辛いカレーが俺の自慢なのに、こんなお菓子みたいな甘いカレーなんか俺のカレーじゃない。食パンマンのやつ、せっかく仲直りしてやろうと思って作ったのに、許せないぜ。カレーパンマンにひどいことを言ってしまいました。こんな時どうしたらいいんでしょう。しょんぼりしてる食パンマン様も素敵。うっとりしてる場合じゃないわ、食パンマン様。あ、
ンちゃんはお友達と喧嘩をしてしまったことはありますか？喧嘩ですか？喧嘩だったらいつもバイキンマンと喧嘩なんてしたことありませんわ。そうですか。実は私は大切なお友達と喧嘩をしてしまいまして、でもどうやって仲直りしたらいいのかわからなくなってしまって、こんな時どうしたらいいんでしょうか？私バイキンマンと仲直りってどうしてたっけ？そうだ、食パンマン様、せっかくだから会場にいるみんなに聞いてみてはどうでしょう？それはいいですね。それじゃ早速聞いてみましょう。ねえみんな、食パンマン様のために教えて。お友達と仲直りしたい時や悪いことをしちゃったなって時にはなんて言えばいいのかな？確か頭に5のつく言葉だったような。おや、みんな答えが分かっているみたいですね。みんな一緒に教えてね。せーの。そう、それだわ。食パンマン様からごめんなさいって言えばきっと仲直りできます。そうですね。みんなありがとうございます。トキンちゃんありがとう。いいえ、食パンマン様のためなら。やいやいやい。カレーパンマン、実はよくも俺のカレーに余ったるい砂糖を入れたな。え、何のことですか？何のことだと？しらばっくれやがって。これがその証拠だ。カレーなんか食べたくありません。私はお砂糖たっぷりの甘いものが大好きです、食パンマン。私はこんなの書いていませんよ。そうよそうよ。なんだと？食パンマン、カレーパンマン、アンパンマン。一体どうしたの？聞いてくれよアンパンマン。食パンマンが俺のカレーに砂糖を入れやがったんだ。だから私はそんなことしていません。ちょっと二人とも落ち着いて。しめしめ、いいぞ、いい感じになってるぞ。あれ、なんでドキンちゃん？あら、バイキンマン。じゃあこれってもしかして。それじゃあ一体誰がこんな真似をするって言うんだ？それは、ほら、アンパンマンだって誰か言えないじゃないか。俺の大事なカレーになんてことしてくれたんだ。だから何度言えばわかるんですか？二人とも喧嘩はダメだよ、仲直りしなくちゃ。今だ、いけ、ダダンダー、ダダンダー。バイキンマン、あ、危ない。
俺が悪かった。もういいんですカレーパンマン、私の方こそごめんなさい。俺こそ疑ったりしてごめんな。二人とも仲直りできてよかった。さあ力を合わせよう。Yeah.
様と一緒に踊りたかったな。ではもう一曲、ドキンちゃんも一緒に踊りましょう。はい。あ、でもその前にバイキンマンいるんでしょ。はい。素直にカレーのこと謝ったら一緒に踊ってあげてもいいわよ。そうだぜバイキンマン。踊りが終わったらもう一度カレーを作り直してみんなでカレーパーティーだ。じゃあ私は特製のサンドイッチを作ります。私も手伝います。ほらバイキンマン、バイキンマン、悪いことをした時にはなんて言うんだっけ。あのごめんなさい。あら、ちゃんと言えたじゃない。よし、最後にみんなでドレミファアンパンマンを踊ろうよ。それじゃあ